あと20年後日本が滅びるかどうかの問題なんで、こんな重大な問題ほっといてね、どうするんだよと。大した金じゃないですよ、解決できるんで、禁止するっていうのはないっつって、はっきり言いました、ね、あの IMF がそう言ったんですよ。今借り換えをやっていくべきだし、償還をするべきではない。勘違いしてる人の一番分かりやすい例は、借りたお金は返すのが当たり前、まあ、家計と同じに考えるそう言ってますね。いや、まあはっきり言って、緊縮財政やらないことですよ。そうですね、うん、一言で言うなら、国債の償還やる、やらなくてよろしいと。ああ、もう国債一切ない、うん、あ、それだけで随分違ってますよ。国止めだけで全然違いますよ、ね、それ全然違います、ね、だって、ね、少子化対策の財源だってね、今償還に回してるのは、当初予算ベースでね、で見たら、まあ3兆円ぐらいでしょうけど、緊縮度がね、うん、これ実際だけど税収がどんどん増えてますからね、うんうん、このままいったらおそらく令和5年度は緊縮度がおそらく 7,8 兆円までいくんじゃないですか。だったらね、それもう一発で解決できるんですよ、少子高齢化なんてね。それから子育て、それから女性に対するね、出産手当ね、これ今あれでしょ、出産した女性のうち 40 数パーセントぐらいしかね、要するに支援金は渡ってないんですよね。こんなことやっててね、うん、子供が生まれるはずないじゃないですか。そうですね、少子高齢化問題って言うけど、これは同時にね、あと20年後日本が滅びるかどうかの問題なんで、うん、だからこんな重大な問題ほっといてね、うん、でどうするんだよと。でしかもそれがね、大した金じゃないですよ、解決できるんです、うん、しかもそれはね、底辺っていうか、そういう実際にパートナーから出てる女性をね、要するに支援して、その子供をまで作ってもらって、要するにそれで結婚できるわけですよ、うん、ね。でそういうことで初めてこう日本の経済社会が安定するのに、まあ、アベノミクスを含めてね、これが全部欠落したんですね。だから私はね、肝心なところをね、見過ごして、要するに結局財務省の、まあ、その緊縮にもみんな押されちゃったっていうことなんでしょうけど、しかしそれはもう政治の方が解決しなきゃいけないんですね。なんというこのお粗末なことか。いや、簡単に言うと、ね、国債償還 しなくてもいいんじゃないのと。いや、一切いや日銀潰れるわけじゃないでしょ。ないですよ。だって以前の 2,3 年前ですか、うん、IMF がさすがに倒れかねてね、要するに緊縮する必要はないっつって、そうですよ ね、はっきり言いました、ね、あの IMF がそう言ったんですよ。完全に趣旨買いしましたよね。いや、だからね、常識というものをね、日本の主流のエコノミストとかね、うん、財務官僚はもうまあしょうがないにしてもね、うん、もうそういう知性がないんですね。国債のね、償還っていう考え方そのものもね、借り換え買い借り借り換えでね、ずっと行くという言い方をする人もいるじゃないですか。はい、でも借り換えでいいわけですよね。そう。で、新たに国債を発行して政府支出、財政赤字の形で政府支出をすれば、うん、国民の手元にお金が行きます、うん、でこれを税の形で回収して国債の償還に充てれば、うん、お金が消えていくの で、うん、で国債の償還に充てるってことはお金を消滅させるっていう行為ですから、ね、消滅させたければ国債償還すればいいですけれども、うん、今この日本の状況でお金を消したい、そんなに景気がいい状況ではないわけですから、うん、だから借り換えでいけばお金の残高は減らないので、今借り換えをやっていくべきだし、償還をするべきではないですね、ということですよね、はい、こんな分かりやすいことをなんでやらないんだって、何か問題があるのか、まあ、一番分かりやすいっていうか、勘違いしてる人の一番分かりやすい例は、借りたお金は返すのが当たり前で、借金は減らすのが当たり前っていう、まあ、家計と同じに考えてる、ね、それを言ってますね、新聞もね、はい、テレビもね、みんな、うん、金はあるんですよ、政治のリーダーシップの意思とプログラム次第で、なんともなんで、ただ意思がなきゃね、何も動かないっていうこと。